どうも、まさやんのひとりごとチャンネルにようこそということで、今回はですね、MV50 クリーンがデラリバーにブライトバットモードに改造ということで、ずいぶん前のなんか生配信とかでね、これブライトバットモードっていうのがあって、改造したらすごいデラリバーっぽくなるよっていう話があって、ほったらかしにしておりました。はい。で、最近ですね、別の動画にコメントがついて、MV50 クリーンのブライトファットモードを改造された方がいて、コメントの方ですごいデラリバ感がすごい出たということで、それはやってみなければと思って、早速着手してみました。では早速音を聞いてみてください。どうぞ。どうでしょうか。ブライトとファットなんで、やっぱ広域のそのギラギラ感と、ファットの太い感。だから、ちょっとね、音量が上がってるんですよね。で、その、まあ、基本的に音って、まあ、そのエフェクターでも何でもそうですけども、音量が上がると確かにいい音に聞こえるんですけども、まあ、それを差し引いたとしても、デラリバ感に近くなったと思いません。で、これ、ドリーム65と、まあ、比べたらよかったんですけど、ドリーム65よりもなんか生々しい感じの、デラリバ感が出てました。で、僕はね、そのイリジウムを持ってないので、イリジウムのデラリバ感っていうのはわからないんですけども、またドリーム65のデラリバ感、このファットブライトの改造した MV50 クリーンのデラリバ感、で、おそらくイリジウムのデラリバ感っていうのがあると思うんですけども、なんかね、結構その本物っぽい感じに肉薄してるなっていう感じがします。っていうのもやっぱり、まあこれは真空管は入ってないんですけども、そのニューチューブっていうね、次世代の真空管が入っているわけなので、やっぱその、ニューチューブが真空管的な挙動をして、よりそのドリーム65よりもそのデジタルで処理されたもの、まあ、これもデジタルで処理されてるところもあるかもしれないですけど、その完全デジタルで処理されてるものよりもなんか生々しい感じのデラリバ感がね、出てすごく満足です。で、もともとこの MV50 クリーンっていうものの設計のなんかコンセプトっていうのはポリトーンだったらしいんですね。ポリトーンの音を作るらしかったんですけど、その開発者のリーさんが、できればフェンダーの音にしたいということで、そのまあね、メーカーの中に、これボックスの商品なんで、メーカーの中にいたら自分の意見がね、通らなかったりすることもあると思うんで、こっそりかどうかわかんないですけど、改造できるようにしてたんですね。で、まあその改造もめちゃめちゃ簡単っていうわけでもないんですけども、まあ、頑張ったらできないこともないぐらいの改造度合いです。で、改造の方法なんですけど、ネジがね、まあ、いろいろついているわけなんですけども、このネジを外したらもちろん基板が出てくるわけなんですが、その基板の一部にですね、ファットっていうちっちゃい文字で書いてるところと、ブライトっていうちっちゃい文字で書いてるところがあるんですけど、そこの端子を、まあ、短絡させる、ショートさせると、
ショートっていうのかな、させると、改造完了になります。で、これがね、結構ね、小さいです。僕はあんまりその電子工作とかね、ハンダのね、作業得意じゃないんで、結構ちょっと苦労しましたけど、できないことはなかったです。はい。で、実際の写真はね、こんな感じになっております。ハンダがね、あまり綺麗ではないんですけども、やり方のコツとしては、こう、なんか、金属の線、細い線を、長いやつを作っておいて、で、ピッピッってハンダ付けして、余ったところを切るっていう形にすると、割とやりやすかったです。で、こっち側の面、このね、ボリュームとか、このジャックが付いてる面に、の裏側に入ってるんですよ。だから、これをのけたらね、この、ここカポってのけて、この六角とかね、で、のけたらよかったんですけど、こうレンチがね、見つからなかったんで、のけられなかったんで、のけたらもうちょっと簡単にできたと思うんですけど、のけずになんとかできました。はい。で、もう一個ね、試してみたんですけども、あ、そう、最初のね、音の説明してなかったですね。このラインのところから、そのまま、オーディオインターフェースにつないだラインの音で、最初のやつは聞いてもらいました。今頃言うなって感じですね。で、このラインをですね、パースファインダーっていうのインプットに挿したらどうなるかなと思ってやってみたんですけど、ね、生で聞いたらめちゃめちゃね、パースファインダーじゃないみたいな音がしたんですけど、ね、実際そのマイクでそれは撮るので、完全にその僕が聞けてる通りの音に取れてはいない感じはあるんですけど、よかったらなんかね、低音域もしっかり出るようなスピーカーで聞いてもらえると、僕のね、聞いたやつにより近いかなっていう感じがするんですけど、スマホとかだとちょっとね、違うなと思われるかもしれないですけど、そういう使い方もね、ありかなというふうに思いました。じゃあそちらの音もね、ちょっと聞いてみてください。どうぞ。ということで、まあ、がぜんね、ドリーム65でね、ガシガシ使っておりましたけども、この MV50 の、ブライトとファットの改造で、一気にこう生々しいデラリバ感が出ました。で、このラインアウト、で、ま、このスピーカーアウトの方はね、まだ試してないんですけど、で、このラインアウトで、これキャビシミューついてますんで、そのまま、パードスピーカーにつなげて、まあ、ドリーム65と同じような感じで弾けます。ただ、そこでも今頃言うなって感じですけど、さすがにこれリバーブないので、リバーブは足してます。リバーブ足した状態で全部の音を、取ってます。それだけかな。そんな感じですごく満足のいく改造になりましたということで、終わりたいと思います。何かありましたらコメント欄書いてみてください。最近ですね、ツイッターをちょっとですね、頑張っておりまして、よかったらツイッターフォローしていただけると、こういう機材の話とかね、演奏面の話とかもしておりますので、よかったら下の概要欄からフォローしてみてください。では今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。